皆さんこんにちは。福田音楽教室ピアノ講師の福田理恵です。今回は山彦ごっこ、やっほー、やっほー、やっほー。こちらの曲を皆さんと一緒に簡単アレンジで弾いてみたいと思います。それでは全体を見てみましょう。では右手のメロディー、ポイントは弾きながら説明します。この曲は山彦ごっこということで、ヤッホーと言ったら向こうから小さくヤッホーと返ってきますよね。なので同じパッセージが2つ続きますけれども、1つ目の方を大きく、次に出てくる2つ目の方を小さく弾いていきます。すべてのメロディーがそういう風な形になっているので、そこがポイントです。歌い始めのところ、ミに親指の1番を持ってきてください。ですね。そして2回目はさっき言ったように小さく弾いてください。そしてソに2番を指替えがあります。ここもポイントです。ソラソラで小さくソラで大きくドをソ。でここも小さく2回目はソで指寄せてラに4番、ここもポイントです。ラソファリファで小さくラソファリで指替え2番から3番へ、ここの指替えもポイントです。ラリラリファラ小さくで、またソに2番を持ってきます。ここもポイントです。ソソラソド。そして小さくソソラソ。で最後はジャンミソドで終わってください。では通して弾きます。前奏は左手でソラシと入りますので、それは言っていきます。ダンダンダン。1、1、1、2、3。小さく。ソに2番。ソラ。小さく大きくヤッホー、小さくソーラに4番、小さく4、3、2、1、2、3番、ソに2番、小さくソーソーラソーでミソドジャン。次に左手の伴奏です。使うコードは今回4つあります。まず C です。 C はドミソ、ドミソをジャーンと弾いてください。次は D マイナーです。 D マイナーはレファラですけれども、ラの音を省いてレとファで使います。レファ、これは2回出てきます。次 A7 です。 A というのはラとドのシャープとミにソ、ラから数えて7番目のソを弾くんですけれども、それのミの部分を省いてラドのシャープソ、この和音です。では使います。最後は G7 です。 G7 はソシレ、ソから数えて7番目のファを入れたソシレファですけれども、その第一展開形シレファソのレを省いたシファソ、シファソ、もう一度 C はドミソ、そして D マイナーレファ、A7 ラドソで G7 で C
シファソ、こちらの4つのコードを使っていきます。前奏はちょっと括弧していきますね。ソラシというふうに入れます。トントントンで、歌い出しのところが C です。シタタタララーンで小さく弾いてください。タンタンタララーン。次は D マイナーです。大きくタランタランでファですね。こちらも D マイナータランタラン。そしてまた C です。タンタン小さくタンタン。で次は A セブンと D マイナータラタタタン。で A セブンと D マイナーを小さく、タタタタタン。そして G7、 タンタタン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 。小さく G7、 タタン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 。で G7 にタン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 のタタン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 。で小さく G7 にタタタタンで、下の最後はドー。それでは通して弾いてみます。前奏、うん、ソラシやまびこさん。で C を小さくタン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 。 D マイナーレバタンタタン小さくタンタンタタン。大きくタンタン。 A セブンで D マイナー、 A セブンで D マイナー。シファソタタン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 小さくシファソタタン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 。タン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 小さくタン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 。ドン。それでは全体をゆっくり通して弾いてみます。皆さんいかがだったでしょうか。やまびこごっこ、こちらの曲はヤッホーって言ったら向こうからヤッホーですね。やまびこをイメージして歌遊びで楽しんでいくというものなんですけれども、1回目に言う人と2回目に言う人をこう決めてね、こちらは大きく、こちらは小さく言ってねっていう風にね、遊びでもいいですし、言葉を変えてもいいですね。例えば焼き芋とかね、何でもいいですけど、1番目にメロディーを歌うときには大きくフォルテですね。そして2回目は山彦なので小さい、これはピアノで小さく弾くっていう。でこの指示書きもですね、メガネ作るんですかみたいな感じに、ね、なっちゃいましたけども、大きく弾くのと小さく弾くのをちょっと文字のサイズで表してみましたので、それを見ながら自分でも大きく弾いたりとか小さく弾いたりっていうのを意識して弾けるといいと思います。最後になりましたが、チャンネル登録してみてね、してみてね。じゃあねー。